皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、じゃん、こちらのピュアスマイルのフットシートマスク、こちらを初めて体験してみたいと思います。こちらはプレゼントでいただいたものなんですけど、ローズエッセンス入り一体型靴下タイプっていうものなので、まあやっていきたいと思います。それでは開けていきます。多分ローズの香りっていうのは普通のピュアスマイルのマスクと同じような匂いだと思うんですけど、おう、ん？めっちゃローズや。こんな感じの袋が入ってました。で、開くとこんな感じの袋になってます。で、この真ん中を多分破いてこう切って着用します。 OK、 こんな感じ。そしてこれを鍛えられるエッセンスが染み込むようにマッサージするとより効果的です。10分から15分なじませますって。よし、やってきます。マッサージって、足のマッサージどうやんねん。なんかちょっと外側にも液体がついてます。冷え冷えしてて気持ちいい。こう足をこうしても垂れてくるような量のエッセンスの量ではないです。そしてちょっと手でなじませると外側のもなくなります。これあれだな、めっちゃ歩った日とかやりたいな。マッサージして10分ぐらい置いてみたいと思います。はい、10分ぐらい経ちました。取ってみたいと思います。普通のシートマスクより、あのエッセンスのなんていうんだろう、粘りが強めです。なのでこれを多分脱いだ後もちょっとマッサージした方がいいかなと思います。はい、結構仕上がりはすごい保湿された感じ でマッサージしてたので、なんかすっきりしたような感じにもなります。初めてだったんですけど、お出かけに行った日の夜とか、あとライブの後とか、すごいこれいいなと思いました。多分自分でも買ってくるかなと思います。皆さんも気になったらぜひ探してみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。